ございます。今日は先ほど演技をお見せしましたが、はい、やっていらっしゃるのはギャラさん。違いますね。荒川先生。あ、違いますね。惜しい。はい、ではなくて、その隣にいらっしゃるこちらの方ですね。はい。はい。小林翔。はい。僕と同じ愛知出身で、半田中から青森山田高校。はい。インターハイ優勝。したよね。うん。うん、団体も取ってるし、うん、確か2冠だったような気がするぞ、ね、うん、はい、で、僕が健太郎さん、こんばんは。おちょこさん、はい、こんばんは。僕が新体操を見始めた頃の、まあ、うん、ヒーローっていうか、ね、英雄っていうかね、うん、もう本当にこう、まあ、体の線がとっても綺麗で、んん、はい、本当にね、一つ一つのポーズ、うん、動きがとても綺麗 で僕たちからするとね、今の世代の皆さんだと永井直也さんが、ね、うん、有名なんですけども、その先輩で、先輩だ、ね、はい、まあ、永井さんが ね、の前の本当にね、永井くんが憧れてるみたいな感じもするぐらいな、うん、はい、ところでしたね、はい、はい、ということで今日はじゃあこの、小林翔さんの演技をのクラブか、クラブ、はい、はい、素晴らしい、ね、クラブを見たい、はい、見たいと思ってます。あ、何、少し顔似てる気がする。え、誰と誰が僕の息子です。違うが暁カンパニーさん、こんばんは。まあ目は2つで鼻が1個でねそうだね、とりあえず顔の両側には右がついてるっていう点ではかなり似てると思いますけどね。似てるかもしれませんね、はい。でもね、細い体に見えてたんですけども、すごいね、まあ本当、永井君と一緒で、実は筋肉質で、細身に見えるんだけども、上下のピシッと伸びるところとかね、うん、すごい素敵です。で、柔らかな動きもとっても上手で、はい、はい、で、彼を選んだのが、よくね、フィギュアスケートの人たちからすると、ね、あのクラシックをねよく使うんですよね、うん、あの著作権とかの問題もあって、うん、で新体操使わないんですかっていう声も聞いたんですけども、うん、この翔くんが、高校、うん、じゃあ大学の最後の時かな、こんばんは、ボレロか、ボレロをやって、すごくね、あの壮大な楽曲に、うん、負けないこうね演技を踊ってくれましたというのが今日皆さんで見たいところです。ジョート君がそれならみんな似てますよ。目が、だから鼻が一つ。僕もジョート君とそっくりなんだ、だから。そうだよね、みんなそっくりだよって感じですね。はい、ということで小林翔君、青森大学4年生の時かな、の東新会です。はい。結構ね。J-POP とかがね、よく流れやすい、男子新体操なんですけども、この中でこういう曲をちゃんと使い、ものすごい伸びるね、グッと今の端部で、あの時は全然気づかなかったけど、よく見ると分かるね。ほら、これ広いよね。どうですか皆さんね。でもほら、これヒュイって飛んで軽やかだよね。投げの精度も完璧です。消えだし、ためもあるしね、この車前屈も速いし、バコーンってね。あ、意外、タクショウ君、こんばんは。さあ、誰だかわかるかな、タクショウ君、この子。あんまわかんないけど。はい、小林翔さんの演技でした、はい、本当にね、この時代を牽引していっていただいた名選手で、今はもう愛知に戻ってきてるのかな、あのブルー東京でも活躍されてましたね。そうですね、はい、それとあとね、やっぱり、足の怪我がねずっとしてて、本当にね足の痛みと戦っていて、4年大学のね時期は非常に大変な時代だったんですけども、それでもこうやってしっかりとね、
たくさんの演技をしてくれましたということです。ブルー冬大祭、うん、今年やりましたけれども、うん、ブルー一番最初のブルーの時の主役を演じたのが小林翔さんですね。あれ確かあれだよね、永井くんと一緒に演じたんじゃないですか。永井くんは2か、うん、なんかバトンを受け渡してたような気もしたけど、ちゃったかな、うん、それ2です、ね、2か、はい、というような話でしたね、はいはい、あ、ちょっとこれ止まんないや、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、あれを何ですか、今度のコラボ発表したくて、ね、はい、で一応僕たちの、インスタの方のトップページには飾りましたが、はい、昨日お伝えしましたように、コラボ配信の予定が決まりました。はい、はい、元福岡大学、元って言われてもいいかな、福岡大学の卒業されました、岸本辰徳さん、はい、と、4月6日今週の土曜日ですね、10時から行いますので、皆さんどうぞ、注目してください。はい、大体土曜日の10時ぐらいから、はい、始める予定です。はい、はい、ということでどうぞお楽しみに、はい、質問なんかも募集しておりますので、そうですね、質問ください、よろしくお願いします。あ、ミストさんこんばんは、林平さん、はい、こんばんは。はい、もう終わっちゃいますけれどもはい、はい、ということで今日翔くんの演技を見ました、はい、はい、また皆さんの見たい演技選手ありましたら教えてください、うん、お寄せいただいた方にはお礼にペラバッチ、はい、はい、差し上げますはい、はい、あ、せいやくんありがとう、はい、はい、でも終わっちゃいます、はい、今日は翔くん見ました、んん、はい、あ、一気に来たな、なんか、あ、そうだね、なんかでもちょうど終わっちゃいました、あ、日高さんね、副題の方なので、うん、あ、そう、じゃあもう一 度、 もう一度、はい、ね、はい、今度の土曜日、4月6日の土曜日に、はい、はい、はい、副題の、岸本、辰徳さんをお迎えして、はい、コラボ配信、副題の昔の演技を振り返りたいなと思ってます、はい、はい、ということでどうぞお楽しみに。僕のほこさんの僕のほこさん方の盛り上げ担当になります、ありがとうございますじゃあ一緒に出てよあ、せいやくんもありがとう、はい、こんにちは。まあね、ジョート君期待してるよ、うん、ね、まあ、でもみんなでワイワイ騒いでるのが一番楽しいので、またいろいろネタくださ い、 ださい、ね、はい、またこんなの飛んだよとかになったら教えてください。あ、そうですね、練習の、ね、場面とかも、うん、はい、お寄せいただいたらみんなで見たいと思ってますので、はい、ジョート君もぜひ期待してるよ、見せてくださいね、はい、楽しみにしてます、そうですね、そうですね、はい、期待してます、はい、あ、よりこさん、はい、こんばんは。それでは今日はこの辺 で、またよろしくお願いします、はい、皆さんありがとうございます、はい、おやすみなさーい、おやすみなさい。あ、なんだった、あ、ちょっと待って、キャンセル、私もお時間あればよろしくお願いします、お願いします、お願いします楽しみにしてます、あ、ぜひぜひっていうかさ、時間合わせるよ、合わせますどちらでも、予定合わせます、合わせます、私たち、はい、ね、はい、よかった、消す前で。よかったね、ギリギリセーフ見ちゃったからねってね。見ちゃった、また連絡します。はい、楽しみにします。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。じゃあ、もう一度改めて。もう一度。おやすみなさーい。はい、おやすみなさーい。